この動画は2020年9月4日に実施された大阪880万人訓練に基づき送信されたエリアメールの受信の模様を記録した映像です。エリアメールの音声が鳴ります。大阪訓練通報ドリル大阪訓練大阪800万人訓練の訓練通報です。実行委員会を代表して大阪府より発信しています。DISA STER ドリル9時33分に大阪府沿岸全域に大津波警報が発表されました。各市町村の指示に従って身の安全を守るための適切な避難行動をとってください。大阪府。